さんこんにちは、りょうやです。で、今日はですね、ビビンバにこのキムチを使ったんですけど、これがですね、精進キムチで、普通イワシの塩辛とかそういう魚が入ってるんですけど、これはそういうのが一切入ってないヴィーガンでも食べられるっていうキムチで、これがですね、ナチュラルハウスっていう自然食品店があるんですけど、そこで売っていますので、もし気になる方はね、行って買ってみてください。多分ね、どの店舗に行っても売ってると思います。で、ビビンバはですね、特に難しいことは何もないので、野菜とかもね、大根使ったりとか、自分の好きな野菜を使ってもいいですし、あとコチュジャンはですね、惜しみなく大量に使った方が美味しいと思います。それではまた来週お会いしましょう。